いどうもピオキングです。今年最後のトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースシャープ MY サンキューフォープレイングということで、まだやってないんですけどね、今からやりますでこのコース一見普通そうに見えるんだけど、実は僕のチャンネル登録者数5万人突破お祝い記念のトロールコースらしいんですよ。ということをですね、リスナーさんから教えていただいて、今年最後のコースはこのコースに決めました。それじゃあ早速やっていきますか。過去最高にクオリティが高い騙しコースって書いてたからね、こっちも本気でいきますよつてるるさん。さあ開幕殺しはあるんでしょうか。あ、ない感じだね。こんなパックンが秋には引っかかりませんよ。それじゃあ、テラブロック叩いてみます。P スイッチを持ってないで、あら、持ってないで、先に記録を出しておかなきゃいけないっていう感じかな。この過去最高の騙しコースで引っかかりまくって、来年の運気を貯めようかなと、そういう企みなんですね、僕。じゃあ、ここは上に上がって、魚それじゃあ最初にこの魚避けておこうか。そんで右に行ってこのブロックを壊せるっていう感じだよね。下のブロック怪しいな。でもこのまま行ってみます。どうなる。よしよし、大丈夫。あの鉄球って確か当たらないようにできてるんだよね、きっと作ってる側も。さあここは上に行ってファイヤー取っておこうか。うわ、嘘でしょ、これ何、花ちゃん、ダブル花だねじゃあこの場所に来ると何もしない、そしたらファイヤーが出てくるでしょなんそれ。じゃあここは一旦何もしないでおこうか。多分この場所におったらファイヤーが取れると思うんだよね。そうでしょ、つてるる、分かってるここは何もしないで大丈夫でしょ。やべえ、これも引っかかった感じしかしねえ。どうにかして、にかしていや、ここでチビ誰ねあっつ、いや、出すぎやろそれ。何よこれ、新しい金トーンですかこれはっていうかユースキンのさ、騙しコースって珍しいよね。ガガが結構出やすいからね、作るのをためらうっていうのを聞いたことあるんですよ。じゃあここで一旦チビになったら右上のツタの方に渡れるっていう感じだよね。そして P スイッチを踏んで、あの鍵を取れっていう感じだと思うんですよ。でもさ、絶対この辺なんか落ちてくるよ。なんか上待ち構えてるもんなんか出てくる。なんでこの辺で押してみます。ほら、魚には引っかかりませんでした。そしてこの鍵を取るって、そういうことなんだね。さあ行きましょう。冷た。皆さん申し訳ありません、実はね、この P を踏んだ時にもう鍵が手に入ってるんだっていうことは、下に行ったらわざわざ自分から罠に引っかかりに行ったっていうことだね。さあ中間ポイントが取れました。こっから何個ピンクコイン集めるんだろう。1,2,3,4,5,6 6個のピンクコインを集めるとか。左下から行ってみるね。左下から順々に、いや順々か分からないけど、次左上っていう感じで行ってみます。さあ進んでいきましょう。もう引っかかった感じですかね。ここステークブロックに乗ってついていこう、ついていく、ついて、どこで途切れてんのじゃあここは何もしないでよかったね。そしたらドクロコースターがいたんだよね。でこのドクロコースターに乗って左上に行けと、そういう感じだと思うんですよ。さあここでおお、叩いてすぐ右上に行く。悔しい、この引っかかり方めっちゃ悔しい。いや今までの経験からするとさ、ここ鉄球が出てきてオンオフしてくれると思うじゃん。わざわざ自分で死にいかな、魚くそ、絶対側見つけてやるこのコース。オンオフして一旦何もしない、そんで上に行って、あれ戻ってきた、あ右上に行けばいいのか、なるほど。でこっから上に行けるよね。よしよしよし、ハテナブロック、重い雨に叩かない方がいい、そういうコースだよきっと。でこのまま左にイライライバ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 イライライ、それじゃあここ下から行けっていうことだろうね。下から行ったらいける。よし、そんでこのドッスどうしよう。うわ、なんかいや大丈夫、よしよしよし、ちょっと待ってね、これしゃがんでいけないから、ほっ、あっもう終わった感じでしょ。頼む、ドアに入らせて上を心配するね、上
下に降りてすぐこのドアに入る。多分これで合ってるよ。今ちょっと当たり入っておかしかったけど何者だそれじゃあ次はあの石親父に気をつけていくよ。左に逃げておこうか。そんでオンオフを変えて中間ポイントが取れる。そうだよね。よしよしよし。で右上のビッグコインは最後に取っておこう。さあ次はどんな罠が待ち受けてるんだろう。あ、なんかやべえ、なんかそこでやべえよ。避けていきます。うまくない今の避けたの。じゃあこのままキノコ取っていいのかな。いや、あのキノコ罠だねきっと。いや、それはわからんじゃあここはキノコ取ってよかったのかな。キノコを取って当たって左下に行けと。うわ、こここそさ、おお、絶対変えなきゃいけないよねこのハテナブロックで。頼む。よし、じゃあここはさ、この場所に追っておいたら大丈夫なんだよきっと。そうでしょ、この辺に隠れておこう。そしてこのヨッシー、あら今ヨッシー出てこなかったっけ。なんかこんな場所に行ったらさ、ヨッシー生まれてこないのかな。じゃあこっから右に進めと。でもなんか左にヨッシーいるみたいな書いてんだよな。ヨッシーいらないのかな。大丈夫、いらないよ。NY おにゃおん隊の方ですか。いや知ってますけど。それじゃあここは大丈夫、手に入れるタイマー。今手に入れれた音聞こえたよね。なんで手に入ってないの。のほほほじゃねえんだよどうすればいいの。あーなるほど、あのコインを取ったらもう一個鍵が手に入るっていう感じかな。あ、ちなみにですね、にゃおん隊っていうのはトロールボスを作るグループみたいな感じなんですよね。あれ、この場所に置いておけば鍵が手に入る。あ、でも鍵手に入って大丈夫大丈夫、魚に当たっても大丈夫だよ。無敵時間利用してここまで来れました。そんで鍵がもう一個手に入ってるから、この状態で多分進めるっていう感じだと思うんだよね。よしよし、また石親父来るでしょ後ろにテレサが隠れてんのか。ちょっと羽が見えました。じゃあ次の場所を進みますか。次はこのキノコがある右下のこの土管の方から入っていきたいと思います。さあここはすぐ右に行こう。右に行ってジャンプしない、大丈夫。よしよし、で熱いどの辺で熱いの来る。よしよし、避けました。でここは叩かない。もう闇の暗殺者が多すぎる。じゃあここは3本に気をつけようか。いや上から行こうか、それだったら安全だよ。何やってんの、邪魔なんだった。そんなとこ行ったら一旦ここでファイヤーが出る感じ。なるほど、そしてこのファイヤーで燃やせと。この3本焼きサボテンにしました。でここで右まで壊しておこうか。オンオフ、待って、待って、待って、いやこれで倒せない。うわくそなんなんだクリボーって。じゃあここは早めに右に行く、それが正解でしょ。よしよしよし、なんで。じゃあここは何もしないで上に行ってジャンプ、多分これでよかったんだよ。大丈夫、このサボテンには引っかかりません。そしてこの上のブロックを壊してハテナを叩けばいいのか。どうなる、ファイヤー取ればいいのこれ。取ってみる、取って、うわ取ったらダメみたいな感じだな。バネが出てくるより早く左に行けばよかった。じゃあこのハテナブロックを叩いたら左にダッシュしてみようか。多分これでいけるでしょ。よしよし、なんかバネ持っちゃったけど大丈夫かな。あの石親父にバネ投げつけてみようか。おりゃー、どうなる、エンジェル派だじゃあここはドッスンがやられた瞬間右に逃げるね。多分ここに追っておけば大丈夫だね。そして引っ込んだらすぐ左、よし多分これで次に進めるうわどうしよう、あバネ持ってきててよかったんじゃないのこれって。ほらいやどうせ壁キックしていけるんですけど。シュー君5番でビオキング、ありがとうございます。こんなところで今引っかかったと思いましたよ。なんかめっちゃ引っかかってるよ、大丈夫なんでよし、それじゃあ次は引っかからんでいこう。あのドッスンがやられたらこの辺隠しブロックありそうだな。どうしよう、右まで逃げるのが正解っぽいよね。鉄球出てくるでしょ、鉄球出てきて右まで、あここ隠しブロック、あ来ないで、来ないで左にダッシュしていけばよかったんだよ。ちょっとダッシュしていってみるね。よっしゃ抜けれたさああと1個だね。あ忘れてたこいつをよし戻ってこれたね。でここできっちりあのドスを避けて中間ポイントを取ると。でさっき1個って言ったんだけど、
いや、あと1個でいいよね。ただ次1個取ったらさ、行き道が1つ余るよね。1個どっか罠なのかな。こっちのドアか右のドア、ちょっと右のドア入ってみるね。こっちが正解っぽい。どうなんでしょう。ノーって書いてる。さあこれはまあ待っておけばいい感じだよね。待っておいてクッパにやられればいいっていう感じだよね、この炎に。あ、でもヨッシーを乗ってるから、なるほど、ダメージを受けないっていうことか。こんなのただのリッチなんだ。わかりました。もうこれタイミングよくヨッシーを脱いで当たれっていう感じだと思うんですよ。こんな死に耐久ぬるいぜつてぬる。じゃあ残された道はこのドア1個だね。多分ここが最後のステージだと思うんですよね。さあここでクリボーを倒していきましょう。でどうしよう、ジャンプしていけっていう感じかな、この針当たるね。なんでジャンプしていきます。また実勢均等。じゃあ下降りた瞬間すぐ上に逃げるね。これで合ってるんだけど、このハテナ絶対罠だよ。叩かない方がいい。さっきも罠だったほら。いや、いや合ってる合ってる合ってる。ほらボブヘイが壊してくれたでしょ。よしよしよし、あのハテナ何だったんだろうね。ちょっと気になるんですけど、これはコインか。コイン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 。じゃあここは右に行って、ここヒップドロップしてみるね。ヒップドロップ、ララもなんねえか。じゃあこのまま上行こう。そしてこの四角の枠なんか出る。あ、ペロペロ取れる取れる。取らしてよ。ここなんだろう、お前か。僕結構いろんなコースもらうんだけどさ、コースの作り方によってだいたい年齢がね分かるんだよね。なんでこのツテルルさんのコースだいたい分かるよ。高1ぐらいだね。そしてこのハテナブロック、みんな気になったと思うんだよね。ちょっとヒップドロップ出してみる。なるほど、ブラパに引っかかってたっていう感じだ。このブロック叩いた瞬間右に行って、このプロペラ取ってヒップドロップする。そしてどうすればいい。うわ、この状態でよかったのかな。あ、大丈夫、今上の方で合ってるよね。つららでもさ、下の土管気になんだ、赤い方。せっかく僕のために作ってくれたコース、下の土管入っていきたいと思います。どうなる、下の土管は。こっちは何が待ち受けてるんでしょうか。ここかあ、でも次クッパいないよ。どうやってやられるんだろうね。え、ちょっと一人にしないで、誰か出てきて。上から降ってくるパターンかな、何か。しました、このコースの。スペルル、どうにかしてよこれは。うわー、マジかよ、ここでやり直しですか。最初からやり直しやんか。次はちゃんと緑の土管入ろう。もう嫌だ、もう全部集めてきたからね。あ、間違えた。間違えた。また積んでしまったよ。ここまで集めてきたのに。ちょっと一番最初にここクリアするね。もう一回頑張るのが怖いんで。でここでビッグコインを取って、あとのコイン全部集めてきますね。はい、それじゃあ全部集めてきたんですよね。こっから右上のあのドアに入ればゴールができる。そうであって、もう一回ビッグコインを全部集めるのだけはやめてる。どうだ、そこだ。悔しい、ここで魚は。よっしゃ、救済取っちゃった。2周目はないっていうことだね。じゃあここはすぐ右に。いや、さっきと違うよ。大丈夫、引っかかってない。でここでどうすればいいんだろうね。好きなん取れっていう感じかな。じゃあどうしよう、どんぐり取っていこうか。いや、火にしよう。でここでヒップドロップして、どうなるんだろう。何これ、もう一回右に進んでってゴールがあるね。いや、これ倒せるでしょ。またブラパかよ。ここどうやって行けばよかったんだろうね。あ、上にメットの甲羅を持ってこいって書いてるね。そのメットの甲羅がどこにあるかなんだよな。どっか隠してんのかな、この辺に。一気アップ一気アップ一気アップ。いや、メットの甲羅とかないよね。ここヒップドロップするでしょ。メットの甲羅どっか落ちてこない。よく見よう、この画面よく見たら絶対どっかにあるはずだよ。なるほど、左に今出てきたね。じゃあここはアイテム取ったらいけなかった
だよ。アイテム取ったらこの狭い隙間に入れないじゃん。なんでここでチビの状態でメットをかぶって右に進みます。多分これでいけると思うんだよね。さあツタ出てきておいで。でこのツタをかぶってゴールだよねきっと。で鍵取って右のあの扉が開くと思うんだよね。だって右押しっぱでいいよ。ほらほら。でここで右押しっぱ多分開く。なんでなんか裏と後ろに連れてこられたよ。大丈夫クッパどっか行かないで。倒しました。クッパ初めて裏と後ろで誰かに勝ったんじゃないですかね。祝福してくれる。こんなに一気アップが祝福してくれる。もう噛みました。なんだよ世界に一つだけの花。上を失敗しておいたら大丈夫っていう感じでしょきっと。なんかツタがあったもんね。なんで上を失敗してツタに捕まります。そんで右にゴール。やったガセンター。最後クッパにやられるかと思いました。それじゃあ素敵なコースどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。コース名は棒が1本あるだけなんですけど、高く積み上げられたバネ、そしてカロンの甲羅が1つあるだけなんですよ。クリア率は 19% だからそんなに難しくないと思うんだけど、今日は12月31日この高すぎる壁を越えて、来年もどんな高い壁があっても越えていこうという思いを込めて、今年最後のコースはこのコースに決めました。さっきも言ったけどクリア率は 19% だからね、そんなに時間はかからないと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。多分足しじゃんしていく形だと思うんだよね。このバネ足しじゃんできるじゃん。あ、裏にバーがあるね。っていうことは足しじゃんできないんだね。うわ、どうやっていこう。一旦ジャンプしてっていい、このまま。あ、なるほど。このカロンの甲羅はあのここで脱ぎ捨てると跳ね返ってマリオが踏んだ形になるんだね。っていうことは思いっきりさ右に走ってジャンプして高い位置で脱ぎ捨てる。それじゃあご視聴ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。皆さん良いお年を。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。